こんにちは。それではですね、礼拝の方に行きたいと思います。まずですね、始める前に、簡単に、お祈りをさせていただきます。天のある地上の神様、今日も、私たちが、礼拝を守ることができ、そしてあなたの御前に来て、言葉を学ぶことができますことを感謝いたします。イエス様の御名でお祈りします。アーメン。はい、それではですね、元気よく1曲目からやっていきましょう。1曲目は、イエス君は意図麗しいという歌です。Fierce Lord Jesus っていう歌です。どっちゃ。2曲目に行きたいと思います。次の曲はですね、主イエスの十字架の地でという歌で、He is our peace という歌です。歌いましょう。Thank you.
はい、次の歌いきましょう。次の歌は、シングハレルヤっていう歌です。はい、どうぞ。はい、次の歌に行きたいと思います。次は、君は愛されるために生まれたという歌です。どっちゃ。
はい、それではですね、アナウンスメントの時間なんですけども、大きなアナウンスはないんですけど、実はですね、来週いうか、は、えっと、まあ、次の週ですね、本来、私がメッセージをすることになってたんですけども、私はちょっと別の教会に行ってメッセージするようになってたんですけど、その話が、キャンセルになって、それでですね、実は来週私はお休みです。そういうことで、来週は、私のメッセージ、YouTube のメッセージの方はありません。でも、また、再来週からまたメッセージやりますんで、それをまた見ていただきたいと思います。それではですね、簡単に、このコロナの問題や、そしてまた熱中症にならないように、お祈りしたいと思います。天のある父なる神様、本当に今、暑い日々が続いておりますが、一人でも多くの方が病気になることなく、元気にこの夏を、過ごすことができますように、また、コロナウイルスの問題で、なかなか、日常的な活動も、制約されている本当に、方々、また経済的にも苦しい立場におられる方々多いと思います。どうかあなたが全ての、見ての中で全てを、一つにしてくださり、そして、この問題を一日も早く、解決してくださいますように、主イエス・キリスト見ないとお祈りします。アーメン。はい、それではですね、次の曲いきたいと思います。次はですね、キリストには、変えられませんっていう歌です。 I'd rather have Jesus っていう歌です。ダッチャ。それではですね、聖書の学びを共にしていきたいと思います。学ぶ前に、簡単にお祈りします。
天の地の神様、どうか私たちにあなたの御言葉を教えてください。イエス様の名でお願いします。アーメン。はい。それではですね、まあ、先週はどんな話で終わったかというと、まあ、イエス・キリストのミニストリーを今までずっと時系列に追いかけてきて、もう本当にとうとう、最後の部分になりました。イエス・キリストはですね、イエス様は、十字架にかけられて、そして、まあ、亡くなると。そして亡くなった後に、先週はですね、イエス・キリストの、体を、まあ、埋葬した、アリマタイのヨセフという人が来て、そしてイエスの体をまあ受け取ってですね、そしてまあ自分のお墓に埋葬したと、こういった話だったと思います。そしてそのイエス・キリストが、イエス様が埋葬される場面をですね、状況を、まあ、女性たち、マリアさんたちがですね、まあ、ちょっと遠くから見てたと、そんなところで先週終わったと思います。今日はですね、その続きなんですけども、まあ、この後は、多分多くの方がよくご存知だと思うんですけど、実は女性たちが、イエス・キリストの、まあ、お墓まで行って、で、またですね、イエスさんにその油を塗ろうとして、まあ、女性たちが行ったという話がこの後に来るんですね。ただですね、この話っていうのは、4つの福音書に全てに実は載ってるんですけど、問題はですね、それぞれのなんか福音書が言ってることがちょっと微妙に違うように感じる。と思うんですよ。でも、これは4つの福音書が矛盾してるわけじゃなくて、そのそれぞれの福音書がですね、まあ、その、まあ、ある部分をこうカバーしてる、まあ、ちょっとパズルのようになってるんで、どちらかといえば今日はですね、時系列に、どういうふうになってたのかということを説明したいと思います。そうすれば、まあ、4つの福音書の、この内容がぴったしこう当てはまってくると思います。そういうことで、今日はですね、実は3箇所聖書を見ていきます。最初は、マルコの福音書の、16章、1節から8節。次にヨハネによる福音書の20章の、まあ、3から18で、最後はですね、マタイによる福音書の、28の、11から、15を見ていきます。それではまずですね、マルコによる福音書の、16章、1節から見ていきたいと思います。よろしければ一緒に聖書を見てください。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。なんとですね、女性たちは、まあ、安息日が終わって、それから、イエス様の、まあ、体に油を塗ってあげようと思ったと。まあ、これ、女性たちがそういうふうに、なんか計画を立てるんですね。で、その、まあ、油買いに行ったって言うんですけど、香料を買いに行った。ユダヤ人たちの暦っていうのは、多分皆さんご存知だと思うんですけど、一日が日没から日没で一日がまあ終わるんですね。ですから、安息日が終わったのは、まあ、私たちの、時間で言えば、まあ、イエスさんが亡くなった、金曜日の夕方の3時に亡くなられて、それから3時間後の6時から、まあ、大体夕方の6時ぐらいから金曜日のですね、安息日が始まって、で、実際にはですね、私たちの時間の、まあ、土曜日の、まあ、夕方の6時ぐらいには安息日終わったんです。で、彼女たちは、その、まあ、いわゆる土曜日の夜ですね、土曜日の夜に、まあ、香料を買いに行って、で、次の日の朝早く、日曜日の朝早く、イエス・キリストのお墓に行ったということになるんですね。で、まあ、そんなことでね、ただここでね、なんで、女の人たちはこういう計画を立てたんかなと。まず、彼女たちはイエス・キリストが、その、アリマタのヨセフやニコデモたちにですね、綺麗にこの埋葬されて、その、まあ、香料も塗られて、そして、この布に巻かれて、ちゃんとお墓に収まっている、また、大きな石がその前に、置いてある、その光景を彼女たちは見とるんですね。だから、見てるのに、わざわざまた、なんちゅうの、また行こうっていうのが、また行ってで、またイエスさんのこの布を取って、またそこに油塗って、また布を、戻すって、これこと自身非常に不思議なことやと思うんですけど、ただ、よく考えてみたら、彼女たちはもう明らかにですね、多分イエス・キリストにまた会いたかったんやと思うんですね。彼女たちは、少なくとも、自分たちも同じようにイエス・キリストをもう埋葬したいっていう気持ちがあったのは、これ間違いないと思うんです。まあ、それでね、彼女たちはそういう計画を立てて、そして安息日が終わったんで、すぐにですね、まあ、油買いに行って、で、まあ、日曜日の朝早く行ったということですね。ほんで、この後、まあ、どうなったのか、見ていきたいと思うんですけど、ここはですね、ここだけちょっと、マタイに行きたいと思います。次はですね、マタイによる福音書の28の、2節から4節、ちょっとだけ読んでみます。すると、見よ、
大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて、石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。まあ、実は日曜日の朝ですね、これ多分ものすごく朝早かったと思うんですね。多分もう朝のまあ5時とか、そんな、まだちょっと 薄暗い。東の方の空がちょっとこうほんのりこう明るくなってきた、そんな感じの時に、どうやらですね、なんとまず天使が来て、そしてなんかイエスさんのそのお墓の前にあった大きな石をバーンと動かして、でその上に座ったっていうんですね。でしかもこの天使が来た時の天使は稲妻のように真っ白やった。稲妻って皆さんパッと目で見たことある、ものすごく眩しいというか、もうピカーと光ってる、稲妻のようにピカーと光ってる感じで、しかも真っ白に見えた。でそれを見てですね、しかもそこはブワーッと地震もあったしですね、これこの大きな岩はですね、なんと安息日の日に、そのローマたちにとってローマ兵にとってそのシールされてるんです。ローマのシールがついてあるんですけど、もうまあ神様から見たらローマ帝国なんて、まあ、ほんまちっぽけな存在なんでしょうね。もうそんなこと もう全く関係ないし、ボーンってこう天使が来て石をまあのかしてしまう。ほんでしかもその天使のいない、もうその光ってるですね、もう稲妻のように光ってるその姿を見て、なんとそこにいた万兵たちは、まあ、もう恐怖におののいて死人のようになったと。まあ、もう腰抜かすような、に踊れたでしょうね。多分彼らこの後逃げたかなんかあったと思うんですけども、まずですね、この日曜日の朝早く、多分朝の5時か、まあ、もう本当に太陽が昇るまだ前にですね、その、イエス・キリストのこのお墓の前にあった、岩が、石がバーンとこう、のけられたんだと、いうことが記載されてるんですね。で、この、そんなすぐ後ぐらいに、実は女の人たちが到着します。また実は、マルコの方に戻ってきます。マルコの、16の、2から5節。そして、週の初めの日の早朝、日が昇った頃、墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口から、石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げると、その石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。ここでね、その女性たちが、土曜日の夜に買うた香料を持って、日曜日の朝早く行った。ヨハネの書の方では、朝早く、まだ薄暗い頃に行ったって書いてあるんで、もう本当に彼女たちが着いたのも、多分もう朝の6時とか、そんな感覚なんですね。もうなんか太陽がちょうど昇りかけてるような、そんな時間に彼女たちは、まあ、お墓に着いたと。ただここでね、ちょっと不思議なのが、なんでそんな朝早く行ったんやと思う？いや、別に、イエスさんの体に油塗るんやったら、別にそんな朝早く行かなくても、もうちょっと、例えば朝の10時ぐらいやとかでもいいんじゃないかなと思いません？ただここでね、一つこうわかるのは、なんで彼女たちそんな朝早く、ちょっと薄暗い、もうほんまに太陽がもう昇ってくる寸前のとこに行ったのかな？これ多分ね、彼女たちから見れば、まあこう黙ってやってるんやと思うんですね。誰にもまあ見つからないように。これ、第一、もしですよ、誰かが彼女たちが行ってですよ、イエス・キリストのお墓の石を動かしてるったりしてると、これもう墓泥棒みたいな、なんちゅうの、そもそもユダヤ人は死体に触ることは非常にこの、まあ、汚れるということであんまりいいと思ってないところに持ってきてですよ、彼女たちはなんと一旦埋葬された人の、お墓をまたこじ開けようとしてるんですね。これ今の感覚で言ったら、もうその誰かがちゃんとお棺に収められて、で土の中入ってんのに、またその土を掘り起こしてお棺開けてっていうのは、それと同じようなことを彼女たちはやろうとしてるんで、まあちょっとこう小悪なことを計画しよったんですね、女の人たちは。だから多分バレないように言うかな、こっそりともう朝早く
誰もまだ起きてない。朝早く行って、ほんでイエス様の体きれいに拭いてあげて、そしてまた布をまた元に戻して、また収めといたら、まあ誰もわからんやろうぐらいちゃうかなと思うんです。でも彼女たちはとにかくイエス様に会いたくって、イエスキリストの体に油塗りたい。これもね、彼女たちがやっぱりイエスキリストを愛してたからだと思うんですね。やっぱりそのマリアさんたちが、もう本当にイエスキリストを愛してて、イエスキリストの近くにいたかったし、死体になってもですね、本当であれば、彼女たちは油塗りたかったんやけど、まあ、ヨセフたちが来たんで、ヨセフたちが油塗って収めちゃった。でも彼女たちもやりたかったんやと思うんです。ほんで、彼女たちをですね、もう朝早く誰もいないうちにバレないようにですね、どうもその、お墓行ったみたいですね。で、お墓行って、その行く途中に、女性たちは、一体誰が大きな石動かしてくれるんやろって話しとるんですね。彼女たちはそのローマ兵が、その、なんちゅうの、その、お墓の、とこいて、で、しかもローマのシールがついてるなんていうことは全然知らないです。なぜかって言ったら、その、ローマ兵たちがそうやってやってたのは、その、ちょうど安息日の日に、やっとんですね。で、女性たちは多分安息日の日は休んでどこにも行かなかったでしょうから、そんなまさかですね、兵隊がそのイエス・キリストのお墓をこの守ってるっていうのは全然想像もついてないですね。だから彼女たちは多分ですね、行ったら、まあ誰もいなくて、でもその大きな石どうしよう。ほんで、多分ですね、いや、女の人、まあ、3、4人いるから、みんなでこの一生懸命こう、やったら、なんとか動くんちゃうとかね、そんな話をしてたんちゃうかな思うんですけど、もう一つちょっとここで気になるのが、そんなね、大きな石動かさんだかんって女性たち気にしてるんやったら、なんで、弟子、イエス・キリストの十二弟子、どこ行ったん？この時に、ペテロやヨハネはどこ行っちゃったん？いや、男手がいるんでしょ？だったら、ね、ここで考えられるのは、まあ、二つの、やと思うんですね。一つは、女性たちは、またお墓行って、お墓掘り起こそうとしてるわけですから、ちょっと、まあ、そのアイデアをですね、弟子たちに言わなかった。もし弟子たちに言うとったら、弟子たちが、お前なんでそんなことするねとか、死体に触ってそんな、また、もうイエスさんはちゃんとお墓に収まったんやから、もうそれで、いや、ほっとけなんて言われるかなということで、もしかしたら、弟子に初めから言わなかったかもしれませんね。だから弟子がここにいない。あるいはですね、もう一つの可能性は、弟子に言うたんかもしれません。弟子に言うたんだけども、もしかしたら弟子たちはですね、もうそんなやめとけ。まあ、結論は弟子はここにいない。つまり弟子は来なかったってことですよ。女の人たちだけはまたイエスさんに会いたいと思ってんのに、少なくともその12弟子かな、まあ、11人なんていうか、11人の弟子たちは、もうこの時点ではですね、もうイエス・キリストのお墓に戻るということはなくて、でも、この時に女の人たちは、まあ、男性がいたら今動かせたかもしれませんけど、誰が動かしてくれるのか、まあ、心配したんですね。ほんで、実際に現場ついてみたら、もうすでにですね、そのほんのちょっと前にですね、天使が、もうその、お墓の石をもう動かしてもらったんですよ。ほんで、彼らは、彼女たちはそのこと知らなくって、もう入ってみたら、あれ？もうなんか石動いてるわ！多分その頃は、万兵たちは逃げてしまった後やと思いますけど、ほんで、朝のもう6時か6時半か、ものすごい朝早くですね、彼女たちは、その現場行って、そしてその石がのけてあると。ほんでその洞穴の穴が、まあ見えるんですね、外から。で、彼女たちはこの洞穴の穴を、穴の方に向かってこう、まあ、覗き込んだら、そしたらですね、そこに、まあ、イケメンのお兄ちゃんが座ってる、まあ、話が天使が座ってるんです。で、右側に座っとって、彼女たちは非常に驚いた。それはびっくりする。イエスさんの死体があると思ってる、イエスさんのその、まあ、布に巻かれた死体があると思ってるところに、変なお兄さんが、しかもピカーと光った白い服着たお兄さんが座っとるわけですから、彼女たちもびっくら声だと思うんですね。まあ、この後一体、どうなったのか見てみたいと思います。6節から見ましょう。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人、イエスを探しているのでしょう。あの方は蘇られました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の収められていた場所です。さあ行って、弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。なんとですね、この天使は、女性たちに基本的には、まあ、三つのことを伝えるんですね。一つは、イエス・キリストが蘇ったんだ。で、二つ目は、もうここに以来、このお墓は空っぽなんやんですね。もうここにいませんと、蘇ってもうここにいません。で、三つ目はですね、
もうここにイエス・キリストは蘇ったんやと、でもうここにいないよということを、言うて、でそれをその弟子たちにはですね、もう先にガリラヤに行っときなさいと、でガリラヤで、イエス・キリストに会えるから、弟子にガリラヤに先に行っとけと、イエスさんもう蘇って、でもうここにいないから、ガリラヤに行ってそこでイエスさんに会えるから、そういうふうに言えって言ってっていう、こう天使言うんですね。これも驚きは思いません。イエス・キリストが、よく考えてみたら、クリスマスの時か生まれあった時も、天使がですね現れて、そして良い知らせを告げます、メシアが生まれました、その生まれたということを、でも告げた人はなんとその野原にいた、羊飼い、結局すごい今までずっと待ってたそのメシアの到来のニュースだって、アナウンスメントだってですね、何も王様とかその高い地位の人じゃなくて、なんと普通の羊飼いに伝えた。なんで羊飼いは探しに行け言われて、探しに行って実際に見っけて、町中の人にイエスさんが生まれてるということを言うわけですけども、なんと今回も同じようにイエス・キリストの今度は復活に関しても天使は現れるんですけど、今度天使は誰にアナウンスしたか言ったら、なんと女の人たちなんやね。このお墓に来た、でお墓に来た女性たちに、そのイエスさんは蘇ったんやー言うて、こうアナウンスしようんですよ。でしかももうここにいない。でそのことを弟子たちに伝えろと、弟子たちに先にガリラに行け。これみんなどうも非常に驚きは思いません。よくね、耳にするかよく聞くのが、そのキリスト教っていうのは、その弟子たちが後になって、廃止がでっち上げたんだと。キリスト教っていうのは、その福音書も含めて、弟子たちがイエス・キリストを、神にしたっていうかな。で、そういうふうに言う人もいる。だから、その福音書も全くの、でっち上げいうかな。いかにもイエス・キリストが神様だというふうになるように、後で、弟子たちが書き換えたんやという説を言う人いるんですけど、もしそれが本当やったら、こんなね、ここの話っていうのはもう弟子にとってはものすごい格好の悪い話です。なんでかというと、弟子は全然ここにいないです。ほんで、弟子にイエス、天使がそういったアナウンスをしたんじゃなくて、なんと女の人なんですね。女の人、当時特に女性たちはあんまりこう、重要な地位にいなかったし、女性の言うことはあんまりこの男たちは聞かなかったような時代ですのにね、なんと聖書の、記述はですね、天使がまず女性に現れて、その女性たちに弟子たちにそう言えよって言うんですね。これはね、弟子から見たらめっちゃ格好の悪い話。だから、この弟子がでっち上げる分やったら、もしでっち上げるんだったらもうちょっとかっこよくですね、自分たちのこと書くと思うんやけども、もう弟子にとってものすごい恥ずかしい内容がここに書かれてんのに。だから、弟子がでっち上げたのは非常にこの苦しい話やなと、少なくとも聖書は、女性たちにまず天使が現れた、こういうことが書いてあるんですね。ルカの方の記述では、ここで天使が二人出てきた、いたって書いてあるんで、多分二人天使がいたんだと思います。どちらにせよですね、女性たちは天使を見けて、びっくりしてしまう。で、この後どうなったのか、マルコの16の8見るとこう書いてあるんですね。彼女たちは墓を出て、そこから逃げ去った。震え上がり、気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。なんとですね、マルコ書を見ると、まず女性たちは、ものすごいびっくりな声でもうて、そら、天使がいきなり現れた、超常現象やね。そら、びっくりな声だと思うんですけど、彼女たちはもう、ものすごい怖くて、恐れて、一旦そこから逃げてしまういうか、一旦、元の自分たちの来た家に戻るんですね。弟子たちや自分たちが隠れてる隠れ家に、彼女たち戻るんですよ。で、多分ですね、戻って、しばらく、数時間、彼女たちはあんまりも怖くて、もう何も言えなかったか、誰にもこのこと言わなかったみたいですね。多分もう朝の7時とかなってると思うんですね。で、一旦戻って、多分もう本当に9時とかね、10時ぐらいまでは彼女たちはあんまりも怖くて、何も言えなかったんじゃないかな。ほんで、ところが、やがてですね、やっぱしその天使が、ちょっと気が落ち着いてから言うかな、弟子たちにこう言うたことを、思い出して、彼女たちはですね、どうやら勇気持って弟子たちに多分朝の9時ぐらいやと思いますけども、もう一旦お墓から持ってきたんですけど、女性たちは。
弟子たちに、男性たちにですね、天使の歌とかに今度言うんですね。この部分は、ルカによる福音書の24章、9から11の方をちょっと見てみたいと思います。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。なんと聖書によると、女性たちがその天使におったと、んで天使がイエスさんよみがえったというのはことを聞いたということを弟子たちに言うんだ。ほんでここで使徒って書いてますけど、使徒たちっていうのは11人の弟子で、んで彼はやがてですね、キリスト教育がその本当に頂点に立つ、まあ、リーダーなんですよ。リーダーやのに、ここの記事では使徒たちは信じなかったって書いてますね。こんな格好悪い話あるんです。人たちはもうそのイエスさん読み勝ったなんて、もうたわごというか、もう嘘。まあ多分男性たちは女性たちがそう言ってきた時に、お前ら何言うてもアホなこと言うなと、第一、お前らお前行くな言うたのに、お前お墓行ったんかアホやろってな感じで言われたんちゃうかなと。何言ってんねんな、そんな蘇ったってまして天使におたてよ、なんで第一なんでお墓行ったんなんてこと言われたんかな。で全然信じてくれないです。まあそんな状況やったみたいですね。なんかね、とにかくその弟子はまあ信じなかったって書いてますね、その女の人たちが言うたことを。待って、ただですね、ここはちょっとヨハネ書の方を見てみると、実はペテロとそれからヨハネだけはですね、この時に一旦と思いながら一回墓行くみたいです。ちょっとですね、ヨハネの方の記述こうなってます。20章の3からこうなってます。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして身をかがめると麻布が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。ここで実はですね、ペテロと、それからもう一人の弟子って書いてるのは、これヨハネのことなんですね。ほんで、このヨハネとペテロは、まあ、女の人たちが、行ってみたら、もう意志が動かしてあって、中は空っぽで天使がいて、いうような話を聞いてですね、しかも天使がイエスさん蘇った言うてるような話を聞いて、まあ、全然信じてないんですけども、ペテロとこのヨハネだけをですね、パーッと走って、お墓まで見に行きよったみたいですね。ただですね、この時ヨハネはもう15歳か16歳の本当にまだ若い、まあ中学3年生ぐらいのお兄ちゃんなんですよ。で、この時ペテロはですね、多分40歳ぐらい、まあ多分今の私たちの感覚で言うともう50か60歳ぐらいの、まあおっさん、なとですね、おっさんやから、まあ、二人がパーッと走った時に、もう多分ヨハネはピャーッと行っちゃったんでしょうね。多分ペテロは全然走る。ヨハネあいつ、いや、行ってもたヨハネ、早いな、若いの、言いながら。ほんで、ヨハネの方はシャーって言って、ペテロ、おっさん遅いな、と言いながら。ほんで、結局、ヨハネの方は先についてまいる。でも、ヨハネまだ15歳ぐらいの子供ですから、パッとこう、やっぱりホラーの中に入るの、ちょっと彼、ちょっと怖かったよね。ちょっと躊躇して、ちょっと外からですね、はい、一瞬動かした。ほんで、見たら、ヨハネが見たら、中見たら、その白い布だけ見えた、言うんですね。まあそんな、これでもね、こんな細かい、状況を書いてることは、これ明らかに、これヨハネが実際に目撃した内容を書いてるんですね。ヨハネは多分このヨハネ書を書いてるこの時に、もう本当に昔の自分がパーッと走っていって、そして後でペテロのおっさんがついてきた、なんかこう、彼全部そういった光景を思い出したんでしょうね。ここでの光景は実際にそこにいた、目撃者しか書けないような細かい内容が、まあ、ペテロはそういうこと、ヨハネはそういうことで、さっきについて、墓の中見たんですけど、まあ、誰もいない。布だけ置いたの見えたんですね。で、この後どうなったのか、6節こう書いてあります。彼に続いて、シモン・ペテロも来て墓に入り、麻布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は麻布と一緒にはなく離れたところに丸めてあった。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。なんとですね、ヨハネがそのじーっとこう外から見てる時に、やっとペテロがですね、そこに到着したんですね。ペテロもうヨハネお前ちょっと待っとけよお前とか言いながら、ほんでペテロはそのまますんなりお墓の中入りよったんですね。ほんでパッと見たら、なんとそのお墓のところにはですね、まあ、布しか置いてないです。
ほんで、ヨハネも、まあ、ペテロ入ったから、後ろから多分、ペテロの、まあ、肩越しに、こうやって中入ったら、おっさん、大丈夫か？なんかどうなってんの？な感じで中見て。ほんで、パッと、こう、二人が中見たら、中にもう入ってみたらですね、なんとイエスさんのこの頭巻いてた布と、それから体についてた布が、まあ、別々のところにあった。頭に塗ってたものが、くるくるっと丸めて、くちゃくちゃに丸めて、ポンと置いてあったっていうんですね。これ多分ね、私たちイエス・キリストが復活した時に、まあ、時にはね、イメージとしてはもう、バーンと墓から出てきたようなイメージありますけど、多分イエスさんね、パッとこう起きてきて、で、パッと見たら、ああ、もう、ぐるぐる巻きにされてるわ。で、こう、ああ、でもなんか、ええ匂いするの。あいつら、ええ香水つけてくれて。ほんで、こう、パッと、上着をこう脱いで、それパッとそこ横に置いて。ほんで、パッと見たら、頭もぐるぐるになって、頭に、イエスさん、くるくる取ってですね。で、くちゅくちゅっとして、ぴょんと別の方にこっちに置きよったんですよね、イエスさんね。ほんで、あ、パッと、あ、いやいやいや、天使がもうちゃんと、今、動かしてくれたな。やし、で、ぴゃぴゃぴゃっと出てきはったんじゃないかな、思いますけど。まあ、ヨハネと、それから、その、ペテロはですね、この時にイエスさんがいなくて、で、ここで信じた、見て信じたって書いてますけど、8節に。ただ、彼らが見た信じたのは、イエス・キリストが、その、蘇ったのを信じたんじゃなくて、女の人たちが言ってたことを彼らは信じたんですね。女の人が言ってた通り、イエス・キリストの体はなくて、まあ、布だけが置いてあった。で、この後どうなったのか、9節、こう書いてあるんですね。彼らはイエスが死人の中から蘇られなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに帰っていった。なんとですね、ヨハネの、20章の9によると、9から10によるとですね、なんと彼らはペテロもヨハネもですね、イエス・キリストが蘇ったっていうことをまだ理解してなかったっていうんですね。彼らはその蘇ったとは全然思ってなくて、イエスさんの体どこ行ってもうたん？で、多分彼らは、ローマ軍が、あるいは誰か来て、盗んだんぐらいを彼らは思ったと思うんです。まあ、女性たちの言うた通りで、もう、とにかく彼らはもうびっくら声で思うて、ほんで、どうやらペテロとヨハネはその場、また元に、家に戻ってしまいよる。だからまた戻ってしまうんですけど、ペテロとヨハネがもう家に戻ってしまった、もうほぼすぐその後ぐらいに、なんと、やっとですね、女性たちがまたそこに到着して、まあ、林が2回目に到着するんですね。で、その時の光景がですね、11節から書いてあります。読んでみます。一方、マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると、白い衣を着た二人の御使いが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。なんとですね、そのペテロもヨハネも、まあ、帰っちゃった後に、まあ、ちょうどその頃にですね、まあ、マリアさんたちが到着するんですよね。で、そのマグダラのマリアは、そのイエスさんのその入り口で、なんと泣き始めたんですよ、彼女は。で、って泣き始めて、ここでもう一回ですね、ホラーの、まあ、外から中の、多分、本当にイエスさんの体なくなっちゃったんかな。なんで彼女泣いたんかな。これ、多分彼女はもうイエス・キリストに会えない悲しみで泣いたんやと思うんですね。もう本当に会いたくって会いたくって、もうイエス・キリスト愛してる。イエスさんに会いたいなと思ってんのに、誰かが体を持っていっちゃったんですね。で、まあもしかしたらもう本当にその彼女たちが、起こったのは、その、イエス・キリストはあの十字架にかけて、もうあんなにむごい残酷な殺し方をしてんのに、なんと体まで盗んで、イエス・キリストの体をどうするつもりなんや、もうそれも腹が立ったでしょうし、彼女たちがローマ兵やそのユダヤ人のリーダーたちが、なんと残酷なことするんや、体まで盗んでしまえた。で、しかも彼女たちはもうそのイエス・キリストに会えない、イエス・キリストの体に、いうかイエス・キリストにもう全然二度ともう会えない。彼女たちは本当に会いたかったと思うんです。あって、そしてもうお墓をこじ開けてでも、イエスさんの体に触って、これ綺麗にしてあげたい。また会いたいと、絶対思ってたから来たわけですけど、体がなくなって思ったんで、マリアさん、ムーって泣いてるんですね。で、実際にこの墓をこう覗き込んでみたら、なんとそこにですね、天使が二人、イケメンの兄ちゃんが座ったわけですよ。頭のところと足のところに。ほんで、ね、天使たちが、で向こうから、まあ、手振ってるかとか知らんけど、おった。これ、そんな状況やったみたいですね。で、この後どうなったのか、13節読んでみます。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか？
彼女は言った。誰かが私の死を取ってきました。どこに死を置いたのか私には分かりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることが分からなかった。なんとですね、マグダラのマリアさんは、まずもう、泣き始めて、ほんで、他の見た天使がいた。で、天使がですね、あれ、女の方、あんた、なんで泣いてんのって言うんですね。そしたら、マリアさんは、いや、それがもう、イエス様の死の体がどっか行っちゃって、私どこで分からへんって、もう泣いてて。ほんで、ふと振り返るんです。振り返ったら、そこにイエスさん立っとんですよ。なんとイエスさん現れて、イエスさん立ってんやけど、マリアさん泣いてて、イエスさんやるの分からなかったっていうんですね。ここでね、ちょっと不思議なのが、ちょっと前まで、つい10分ほど前まで、ペテロとヨハネがおったんですね。ペテロとヨハネってもう一番弟子じゃないですか、イエスさんの。でも、イエスキリストは、なんとペテロとヨハネには現れないんやね。なんと女の人には天使も現れるし、なんとイエスさんも現れるという、こんなすごい、なんか信じられんような。ほんで、これね、なんでイエス・キリストが現れたんかなと、彼女たちに。これ多分ですね、まあ、ここからはいろんな考えがあるでしょうけど、私のちょっとこれは東賢治三説かもしれんけども、私はですね、マリア泣いてたからちゃうかなもんですね。聖書を通してこう感じるのは、なんか神様、はね、なんか女の人の涙に弱いような感じを私するんやけども、なんかね、そのマリアさん泣いてて、ほんでもうほんまにかわいそうに思ったんやと思うんです。ほんでイエスさんね、現れてくれたんやと思うんですね。まあ、ただマリアはこの時点でイエスキリストやとまだ分かってない、気がついてないっていうんですけど、でこれはどうなったのか、15節読んでみます。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運びさせたのでしたら、どこに置いたのかを教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語で ラボニー、すなわち先生とイエスに言った。なんとですね、マリアさん振り向いてみたら、そこに、まあ、誰か立っとる。まあ、実際のイエスさんなんですけど、誰か。で、マリアさんは、この時に、そこに立ってる人は、まあ、そこの庭の、いうか、その管理人に思ったんですね。ほんで、マリアさんは、その人に、まあ、言うんですけど、その人は、まずマリアさんに、あんた、なんで泣いてるの？イエスさんですね、マリア。なんで泣いてんねや。誰探してるんやですね。ほんで、マリアさんが、いや、それが、私のその主の体が誰か持ってたもんだんやと、イエスさん、どっかも、ほんで、どこ行ったか分かれん。もしあんたが運んだんやったら、教えてくれ。どこに運んだの？私引き取る！言うんですね。マリアさん、ようそんなこと言うたらあれですけど、私が引き取る！イエスさんの体を私に持って帰るっていう、まあ、すごいこと言うんですけど、で、この時にイエスさんは、マリアって、なんかここで優しく言うた感じがするんですね。そしたら今度は、マリアさんの方は、シンシェやんかって感じで、まあ、びっつらこいたという、そんな状況なんですよね。なんか非常にこの、面白い。ただ、この後に、マリアさん、すごいことするんですよ。この後になんとマリアは、これね、聖書的にやってへんかなと、なんか、ちょっとびっくりするようなことをマリアやるんですね、この後に。なんとマリアは、イエスキリストに、イエスさんに、抱きつきよ。いや、ほんまに、イエスキリストにですね、マリアさんね、抱きつきよです。まあ、この後ちょっと、引き続き、後読んでみたら、17節、こう書いてますね。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは行って、弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたことを伝えた。なんとですね、マリアさんは、イエスさんがマリアって言うて、ほんとはマリアさんが、シンシンって言うたまではよかったけど、
イエス様に抱きつきよねな。で、イエス様バチーって抱かれて、イエス様、ちょっと、あれ、もうちょっと。で、イエス様この時に、ちょっと、まあ、抱きついたらあかん、ちょっともう離れて、もう抱きついたらあかんと。で、その時ユータンが、私はまだ父の元に戻ってない。登ってない。天国にまだ登ってないから、抱きついたらあかん言うんだけど、これなんでイエス様そんなこと言うたん？まあ、抱きついたらあかんとか、まあ、言うかもしれんけど、私は父の元にまだ登ってない。だから抱きついたらあかん。不思議なこと言うね。実はこの歌詞に関しては、いろんな先生の、実は私もいろんな仲介書をちょっと読んで比べてみたんですけど、確かにいろんな意見があるんですけども、決定打がちょっとないんですね。だからこの部分に関しては、もしいろんな意見を反対にまた私に教えていただきたいんですけど、ただここからは私の説ですけど、東賢治さん説ですけど、申し訳ないんですけど、私思うのにね、これもしかしたらね、そのマリアさん抱きついて、しかも足元に抱きついてるんですね。実はね、ここ抱きついてるのマリアさんだけじゃないんです。実はこれ、マタイ書の方を読むと、マタイ書の28の9を読むと、こんな記述あります。ちょっとそこに読んでみます。すると見よ、イエスがおはようと言って、彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄って、その足を抱き、イエスを拝した。なんとですね、このマグダのマリアさん以外にも、まあ他のマリアさんや他の女性たちもいて、で、彼女たちは、いてたら、なんかイエスさんが、オッハーって言うんですね。イエスさんがオッハーって言うもんやから、ほんで、パッと見たら、はい、マリアがイエスさん抱きついてる、イエスさん私のもんやって、また、他の女性たちにビャーって、ほんで、またみんな、なんかイエスさんの足元に、チャー、チャー、私のもんや、イエスさん、ちょ、何するちょ、やめてやな、もうかっこ悪いな、みんなおはよう、ちょっと、みんなやめて、私まだ、またちょっと天国に登ってないやし、父の元に戻る、これは登られへんやん、これ、しがみつかれたら、な、感じの会話があったんちゃうかなというのは私で、この女性たちがどんなことがあったかっていうのを後で弟子たちに言って、これ別の人が書いてますから、彼女た文章になってまうといかにもなんかこう堅苦しい文章の感じがするんですけども、でももしかしたらそういったなんかこう、会話があったんじゃ、なんか印象としてはね、本当に3歳か4歳ぐらいのちっちゃい女の子たちが、やっと自分の長い間を会えなかった、会いたくてたまらなかったお父ちゃんにが家帰ってきて、お父ちゃんにピャーって言って抱きつきに行ったような、そういうイメージが僕にはありますね。この本当にこの愛の会話いうかな、女性たちが唯一そのこういった行動を取ったのは、もうイエス・キリストを愛してるから、もうそれ以外に私言いようがないと、イエス・キリストに会いたくて、で彼女たちはもう会えないと思って、誰かがイエス・キリストの体をどっか持って、ほんでもうマリアさんなんか泣き始めて、マグダラなんか、もうその主に会えない、神に会えない、イエス・キリストに会えないことが、ものすごく彼女たちは悲しかったですね。でも、今目の前に来て、もうイエスさん、いや、生きてるというか、蘇ってるんやけど、彼女たちはもう素直にイエス・キリストの蘇りを受け入れたどころか、もう抱きつきに来よる。この行動すごいやろ。と思いますね。で、こう抱きつかれてですね、イエスさんの方は、いや、ちょっと、のいてえな、ちょっとやめてえないな感じありますかね。ほんで、もう私またちょっと、こんな登られへんやん、天国に今度は抱きつかれたら。しかもこの後にイエスさんは、先ほどのヨハネの20の17、18で、私は実はですね、私の父であり、あなたたちの父である、また私の神であり、あなたたちの神であるところに、登らんとあかんねや。なんとイエス・キリストは復活されたすぐ後に言うたのは、なんと父なる神はもうあなたたちの父なる神でもあるんだよ。イエス・キリストが復活したことによって、なんとあなたたちも神の子になるんだよ。イエス・キリストの復活を信じた人は、あなたたちはもう神様のもの、神様の家族、神様の子供になれるんだよ。こういうことをなんと宣言しちゃうんですね。こんなん人類史上初めて起こったことで、これはイエス・キリストの復活が起こったから初めて言えることなんです。そしてイエスさんはですね、私の父であり、あなた方の父である、また神様である方のもとに、私は今から登らんとあかんねえから、ちょっとしがみつかんといてえな、あいな感じのことを。で、この後、この話をマリアさんたちは、女性たちはまた戻って、弟子たちに、イエスさんにおたー、イエスさんにおたーで、多分もう言うたんでしょうね。果たして弟子たちは信じたんやろか。まあ、そんな、状況だったみたいです。
さてですね、ちょっとここで気になるのが、もともとローマ兵がここ守ってましたけど、ちょうどこういったその弟子たちがですね、あるいはその女の人たちがイエスさんと会うてるときに、万兵たちどうなったのか、ちょっとですね、マタイの28の、11から13読んでみます。彼女たちが行き着かないうちに、万兵たちが何人か都に戻って、起こったことをすべて宰相たちに報告した。そこで宰相たちは長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。弟子たちが夜やってきて、我々が寝ている間にイエスを盗んでいったと言いなさい。14節。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから、そこで彼らは金をもらって言われた通りにした。それでこの話は今日までユダヤ人の間に広まっている。なんとですね、万兵たちは、兵士たちは、祭司長たちのところに行って、ほんで、天使が現れて、意思動かして、どうのこうのという話をしたみたいですね。ほんだら、その祭司長たちは、いや、そんなこと言うたら天使のおたなんだ、そんな言うたらあかん。俺金やるから、その弟子が来て、イエスさんの体パクっていったんや、って、そうに言え、と。いうことで、まあ、ユダヤ人たちや、その人たちはですね、弟子がパクったんやということにしとこうということになったみたいです。まあ、これね、もしですよ、もし本当の本当に、弟子たちが、まあ、イエスキリストの体を盗んだんやと。実は今でもそういうふうに言う人いるんですけど、もしそれがもし本当の本当やったら、当然ですね、ローマ帝国に逆らってるわけですから、ローマのシールがついてる石をボーン乗っけてるわけですから、弟子たち即刻捕まったと思います。弟子たちは即刻ローマに追いかけ回されて捕まって、で、多分弟子たち捕まって、お前、イエス・キリストの体どこに隠してん？ほんで、言わされて、多分弟子たちはみんな十字架にかけられたんちゃうか思いますけどね、ローマ帝国に対するすごい反逆罪ですから、でも、実は、歴史的にそれ起こってないんですね。それは明らかにそのローマの方も、それからその祭司たちの方も、実は弟子たちは本当は何もパクってないということを彼らは分かってたんで、まあ弟子たちを捕まえに行けなかったんちゃうかな。基本的にそうとしか考えないです。しばらく弟子たちは自由に動き回る。まあ、隠れてましたけども、その弟子たちを捕まえてどうのいう話はなかったんですね。基本的に今日の話は、一つ分かることは、弟子たちには、なんとイエス・キリストは現れなくて、天使も現れないです。女の人たちにも現れたんですね。女の人たちと、その弟子たちの最大の違いは、女性たちはイエス・キリストに会いたかったです。でも、弟子たちはこの時点ではですね、なんとイエス・キリストは復活したいことを信じてないどころか、お墓にも行かないし、彼らは実はですね、彼らが思っていたイエス・キリストがもう死んでもうた時点で、なんと、彼らの夢も希望も全部消え去った。あんだけイエス・キリストがメシアと信じてたのに、まあ、林が嘘やったと思ってる時点なんですね。なんとイエス・キリストは嘘つきやったと。私たちはあんだけイエス・キリストを信じてたのに、ましてその予言通りのメシアだと、そしてその王国を再建してくれるんや思ってたのに、本人死んでもうたやないかと。で、彼らはもうほんまにもうその彼らの夢、もしかしたらちょっと怒りも感じたかもしれませんね。なんや、イエスさん嘘つきやったんか、偽物やったんか。で、彼らはほんまにね、結構男の方がね、なんか自分の夢が崩れた時は、なんかもう崩れてしまういうか。で、多分そんな状況で、もう彼らはもうなんか、でもまたちょっとイエスさん、でもイエスさんがな、まさか、でも死んでもうた、ということで、もうほんま夢も希望もなくなってるような状況だったと思うんですね。で、そんな状況の時に、まあ、女の人たちが、いや、イエス・キリストの体がなくて、蘇った言うたって、実は信じないです、まだ。まあ、そんな状況で、そして信じてない人には、イエスは現れないですね。驚いたことに。今日の話には結局、復活を、基本的に復活と、イエス・キリストの復活に関しては、二つのグループに、ピタッと分かれてしまうんですね。一つは、信じない人。信じないグループ。そして、信じるグループ。で、信じない人には、実は、いわゆる、まあ、未信者の人というかな、復活を信じない人たちは、なんと神が現れない。神様のことがわからないし、で、彼らは、あんな復活なんて、でたらめやと、そんなことあるわけないと、あんなは弟子がでっち上げたんや、あるいは弟子がそのイエスさんの体をパクったんや、いろんな理由つけて信じない。で、信じない人には神が現れない。でも信じた人には、多分このビデオを見ておられる方の多くの方が、まあクリスチャンじゃないかと思うんですけど、クリスチャンの方には私の今の言うことよくわかると思うんですけど、あなたはイエス・キリストの復活を信じた時に、神様の
存在を感じない、今も。で、神があなたに現れている、イエス・キリスト復活を信じ、そしてイエスさんに会いたいと思った、その主を愛した女性たちになんと天使も現れ、そしてイエスさんも現れ、彼女たちには天使もイエス・キリストも見えたんやね。そしてイエス・キリストが、彼女たちに、ね、優しく、マリアって答えた時に、彼女たちは本当に抱きつきに行った。これほど驚きはないですけども、彼女たちはもうリアクションとしてね、もうイエスさんって会いたくて会いたくてたまらなかったと思います。なんかいかにもその愛の関係いうかな、神を私たちを本当に心から愛しておられて、そして愛のために復活をしてくださり、私たちがそのことを受け入れたら神自身が私たちに現れてくださり、私たちも非常にはっきりと神が私たちと共にいてくださるんだ、そして聖霊の宿りとともにですね、私たちはその神の存在をはっきりと多くのクリスチャンが感じて喜びに満たされて、これがグッドニュースなんですね。素晴らしいニュース。このことを言うても信じない人がいるかもしれませんけど、でも私たちは、天使たちが女の人に言うたように、あなたたちは主が蘇ったんだよということを弟子たちに伝えなさい、周りの人に伝えなさい。私たちも、周りの人は信じないかもしれないけども、私たちはイエス・キリストが蘇って、そしてあなたを待ってるよ、いえあなたを愛してるがゆえに蘇って、あなたが滅びないために蘇ったんだよ。そのことをぜひ私たちもクリスチャンたちはですね、神様にお会いできたんだから伝えるべきだと思います。それではですね、今日のメッセージを、終わります。天の父なる神様、今日のメッセージ感謝いたします。私たちも、あなたが現れてくださり、そして、素直にあなたの復活を信じてました。そのことによってあなたの存在をはっきりと感じております。どうかこの素晴らしい喜びに満ちた、グッドニュースを多くの方に伝えることができますように、また多くの方が、疑うことなくあなたの存在を、はっきりと知ることができますように、イエス様にお願いします。アーメン。はい、以上でした。バイバイ。あ、終わった。あかんわ、何言ってんねんな。歌、次の歌はですね、主イエスの愛でという歌です。 The Power of Your Love。 でんちゃ、広げ幅を叩き、力強く登っていく。
がとうございました。それではですね、最後は、祝祷を持って終わりたいと思います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、アーメン。はい。それでは皆さん、いよいよ、良い、主をお迎えください。じゃあまたよろしく。バイバーイ。